はいどうも、アバタロです。本日はアメリカの思想家、ヘンリー・デイビッド・ソローのウォールデン、森の生活を紹介いたします。どんな作品かと言いますと、シンプルで豊かな人生を手に入れるための道筋を描き、今日のスローライフの先駆けとなった世界的名著です。特にミニマリズムやシンプルな暮らしに興味がある方、忙しい日常から一歩離れて生活や人生を見直したい方、お金や時間の管理が苦手な方、孤独を癒す方法を模索している方、自己理解を深めたい、または内省的な時間を持つことが好きな方にぜひ手に取っていただきたい一冊です。産業革命の波が押し寄せ、物質主義が蔓延していた19世紀のアメリカ社会、人々は富や名声を追い求め、命を削るように労働に身を投じていました。そんな中、ソローは大自然に囲まれながら自由に暮らし、人間や社会にとって真に価値あるものの存在を問いかけました。その洗練された思考と生き方は自然保護運動の原動力となり、さらにはマハトマ・ガンディやキング牧師の思想にも決定的な影響を与えました。今回はそんな彼の名作を紐解きながら、複雑化している現代社会をシンプルに楽しく生きていくためのヒントを探っていきたいと思います。それでは参りましょう。ヘンリー・デイビッド・ソロー、森の生活。さあ、まずはこの動画の全体像からお示しいたします。はじめに背景知識として、著者について簡単に紹介し、その後本書の内容を、心配事を無視する生活、足し算と引き算を誤る人、怠惰と孤独を謳歌する、という3つのテーマに沿って進めてまいります。さあ、それでは早速背景知識から見ていきましょう。ヘンリー・デイビッド・ソロー、彼は1817年、アメリカ・マサチューセッツ州コンコードで鉛筆職人であったジョン・ソローの次男として誕生しました。幼いうちから非凡な能力を発揮したソローは、1833年ハーバード大学に入学し、哲学、数学、科学など幅広い学問を修めました。しかし、世間一般の職業に興味を持つことができなかった彼は、卒業後の進路について思い悩むようになり、大学を一時休学。その間、マサチューセッツ州の小さな町で教師として働きました。そんなある日のこと、ソローは100ページほどの小冊子を手にします。それは、同じハーバード大学出身の哲学者、ラルフ・ウォルド・エマソンのネイチャーと題された評論でした。そこには、超越主義と呼ばれる思想が、格調高い詩的な文章によって綴られていました。超越主義とは、アメリカで現れた最初の哲学的潮流の一つで、自分の内なる声に耳を傾け、そこに絶対的な価値を見出そうとする思想のことを言います。もう少しわかりやすく言いますと、自分の内部から生じる直感的な衝動を神から与えられた神聖なギフトとして解釈するのです。そのため彼らは、経験を超越した己の直感を徹底的に信じ、それによって真理をつかみ取ろうとしました。こうした個人の内面に絶対的尊厳を置く考え方は、アメリカの個人主義や民主主義の発展に大きく貢献することになります。そしてもう一つ、超越主義の特徴として挙げられるのが、自然を精神の象徴として捉えるという点です。つまり、自然を単なる美的対象ではなく、真理が宿った神聖な対象とみなすのです。そのため彼らは、感覚を超越した直感によって自然と向き合い、さらにそれらを細部まで観察することを重要視していました。大学を卒業すると、ソローは共通の友人を介してエマソンと知り合い、交流を深めます。彼の才能を見抜いたエマソンは、雑誌にエッセイや詩の寄稿を進め、さらに思想家たちが集まるサークルなどを紹介。ソローは、そんな彼の人柄と崇高な精神に触れ、やがて超越主義を信奉するようになっていきます。1838年、ソローは兄のジョンと共に私塾を開設、自然散策をしたり、地元の商店や企業を訪問したりするなど、独自の教育方針を展開しました。生徒たちからの評判も良く、人気講師として活躍しますが、塾を経営してから3年後、思いもよらない悲劇が彼を襲います。なんとジョンが突然病に倒れ、塾を閉鎖することになったのです。さらにその翌年、彼は破傷風によって他界してしまいます。最愛の兄と生活の糧を同時に失ったソロ。この悲劇を乗り越えるため、彼は何らかの仕事に没頭しようと考えますが、あいにくどこにも行く当てがありません。
そんな絶望的な状況の中、救いの手を差し伸べてくれたのは、やはりエマソンでした。彼は自分の家にソローを住ませ、さらに兄の子供たちの家庭教師という仕事まで与えてくれました。しかし残念なことに、喧騒に満ちた都会での新生活は、ソローの気質とは相入れないものでした。そのため彼の精神状態は次第にすり減っていきます。自分だけの静かな場所で自分の仕事に没頭したい。精神的独立への渇望がピークに達した1845年の春、ついにソローはある実験を行うことを決意します。それはエマソンが所有する森の中にあるウォールデン池の近くに小屋を建て、そこで何年か暮らしてみるという挑戦でした。そして彼はアメリカの独立記念日である同年7月4日、たった一人で鬱蒼とした森に足を踏み入れ、約2年2ヶ月の間、自給自足の生活を送ったのです。それは自然と深く対話をし、自分自身や世界を見つめ直す、いわば思索の旅でした。それから彼は大自然と共に紡いだ思想を熟成させ、1854年、ウォールデン、森の生活を発表。その評価は年々高まっていき、現在ではアメリカノンフィクション文学の最高傑作の一つとして堂々たる地位を築いています。一体ソローは森の中でどのような体験や試作をし、またそれは私たちにどういった教訓を与えてくれるのでしょうか。さあ、というわけで背景知識は以上になります。ここまでよろしいでしょうか。それでは以上の内容を踏まえた上で、いよいよ本編に入っていきたいと思います。一つ目のテーマは、心配事を無視する生活です。では行きましょう。なぜ森で暮らそうと思ったのか。それはお金をかけずに安く暮らしたいとか、自然を楽しみたいといった理由ではありません。私の個人的な仕事を誰にも邪魔されず集中的に取り組みたかったのです。なるほど。ソローを突き動かしていたのは、単に社会から逃避したいといった消極的な理由ではなく、自分の仕事に集中し、それを成し遂げたいという積極的な欲求だったようです。つまり、森で暮らすこと自体が目的ではなく、ある目的を達成する手段として、この生活を選択したのです。一体ソローの真の目的、また個人的な仕事とは何だったのでしょうか。さあ、では続きを聞いてみましょう。私は人生にとって最も大切な事実と真正面から向き合い、そこから何かを学びたかったのです。死の間際になり、自分は自分の人生を生きてこなかったと気づきたくはありません。暮らしと呼べないような暮らしを受け入れることもできません。私は今を生きたいのです。いかに生きるか、それは私にとって極めて大きな問題です。人生のすべての精髄を吸い尽くし、それ以外のすべてを追い払う、そんなスパルタ人のように生きてみたいのです。人生の本質を限界まで煎じ詰め、それでもなお人生なんてつまらないという結論に至ったのなら、その時はその真実をありのまま世界に伝えようと思っていました。はい、ここで止めます。ソローの言葉から伝わってくるのは、人生とは自分だけの後悔、一度きりの冒険であるという観念です。彼は世界という大海原に自分の好奇心と情熱を惜しみなく注ぎ込もうと決めていました。そのため自分の意思とは違う航路を誰かに強制されたり、無関係な雑事によって旅を中断させられたりすることは耐え難いものだったのです。その上で彼は文明社会を支える労働の在り方について次のような見解を示しました。私たちは比較的自由な国で暮らしています。けれども大抵の人は単なる無知と誤解から仲間同士で争い、過酷な労働に苦しみながら暮らしています。働きすぎた者たちの指は固くて鈍感で、いつも震えています。それでは人生が与えてくれる最高の果実をつかむことができません。最も素晴らしい産物である人間性は、果実の表面に宿る粉のように温かく見守り、丁寧に世話をすることでしか生み出せないのです。なぜ私たちはこんなにも命を削るほど世話しなく暮らしているのでしょうか。空腹でもないのに餓死を恐れ、必要以上に蓄えようと誰もが必死に働いています。そんな暮らしをしていては、働くことの本来の意味も発見しようがありません。結局私たちは何か病気にでもかかったかのように頭を静かにさせておくことができないのです。
今日の文化の下で暮らしている人々はこう言います。ある決まったものや装置がないと生きられない。けれども本当にそうでしょうか？ある別の文化ではそれらは単なる贅沢品であり、また他の文化では存在すら知られていないのです。物事を決まった型にはめ込もうとするのは大昔から変わらない人類の習性です。ただそれは多様性に富む人間の暮らしを全て知り尽くしているという思い込みの結果でしかありません。夜空に輝く星たちを見てください。それぞれが幾多の素晴らしい三角形の頂点を成しています。無休の宇宙の隅々までなんとたくさんの異なる生き物が暮らしていることでしょう。はい、心留めます。働きすぎている人の手は硬くて鈍感になっており、果実をつかもうにもつかめないという表現がありました。つまり労働の過酷さと人間関係の複雑さが人の精神的自由を奪い、人間性という果実の成長を妨げていると言っているわけです。経済が急速に成長していた当時のアメリカでは、物質的な豊かさを獲得するために多くの人は自分を限界まで追い込んで働いていました。ソローはそんな人間から人間らしさを奪う労働の在り方に疑問を呈し、この世界の広さや多様性にもっと目を向けるべきだと訴えたのです。しかしそうは言っても、教育費や老後資金、ローンの返済など現実的な問題が目の前から消えてくれるわけではありません。こういった背景を持つ私たちに対し、ソローは一体どのような視点を提供してくれるのか。さあ、では続きを見ていきましょう。私の知り合いにいつも何かを気にかけ心配ばかりしている人がいます。仕事を前にするとこれは大変だと大げさに考え、頭をいっぱいにするのです。そういう時は体調を崩して仕事を休んだ時のことを思い出してください。あなたが休んでも地球はいつも通り回っていたでしょう。何が言いたいかといえば、私たちは皆心配しすぎのお人よしだということです。誠実に生きなければならない、この生活スタイルしかできない、そうやって物事を決まった型にはめ込み、誰もが窮屈に生きています。けれども人間の生き方は一つではありません。中心から無数の放物線が描けるように、可能性は無限にあるのです。人は自分の生活を何かと心配しますが、私は自分の暮らしを不安に思うことはありません。なぜなら今すぐにでも解決しなければならない問題や、常に気を配らなければならない事柄など実際にはほとんどないからです。この国で暮らすために本当に必要なものとは何でしょうか？私は自ら検証した結果、衣食住と燃料という生活必需品に加え、ナイフ、斧、スキー、手押し一輪車、その他いくつかの道具類、ランプ、紙と文房具、あとは本が読める環境さえあれば十分であるということを発見しました。また私は5年以上にわたって自分の肉体によって生活の糧を得てきました。その経験から言えるのは、1年間に6週間ほど働けば生活にかかる費用のほとんどを賄えるという点です。たったそれだけの労働で暑い夏と寒い冬の大部分を自由に過ごし、自分の好きな勉学に励むことができました。興味を惹かれるものは多いですが、私にとって何より大切なのは自由であることです。豪華な建物や家財には興味がありません。そういった大切でないものを手に入れるために大切な時間を使うのは嫌なのです。はい、心留めます。ソローの実験によれば、わずかな必需品と6週間の労働だけで1年間のほとんどを自由に暮らすことができたといいます。ただ彼はこういった暮らしを誰かに真似てほしいわけではありません。自分にとって本当に価値あるものや絶対に必要なものを特定すること、その上でそれらを獲得するために必要な財力や労働時間を明らかにすることを提言しているのです。現代社会に生きる私たちは情報の波に押し流されやすく、いつの間にか自分にとって本当に大切なものを見失いがちです。その結果、とりあえず頑張るとか、とりあえずみんなと同じでいいといった確固たる意思を反映していない曖昧な選択を下してしまうのです。だからこそ今の生活に行き詰まりを感じている場合には、自分を追い立てている物事から
一時的に距離を置き、その状況を冷静に再評価してみてもいいかもしれません。しかし、人は金銭がなければ生活ができず、またある程度の資金がなければ趣味や好きなことを楽しむ余裕が持てません。最小限の労働時間と質素な生活を選んだソローは、こういった問題をどのようにクリアしていたのでしょうか。さあ、では続きを確認していきましょう。私はある友人からこんなことを言われました。君はどうしてお金を貯めないのだ。それでは大好きな旅行にも行けないだろう。お金があれば汽車に乗り、フィッチバーグに行くことができるのに。けれど私は、最も早い旅人は徒歩で進む人だということを知っています。彼が汽車に乗るための賃金を労働で稼いでいる間に、私は今すぐにでも歩いて出発することができるからです。さらに知らない土地を歩くことで見聞が広がり、経験値が増え、きっと働いてばかりの彼とは話の合わない人間へと変わっていることでしょう。どんな物事にせよ、思い立ったら今すぐ始めることです。これは人類の普遍法則であり、誰であろうとそれを出し抜くことはできないのです。はい、ここで止めます。まず注目したいのは、旅に対する両者の認識の違いです。友人にとって旅とは、労働してお金を稼ぎ、その貯めたお金で汽車に乗って遠出をすること。一方、ソローにとって旅とは、生きることそのものを表しています。また、最も早い旅人は徒歩で進むという独特な表現は、ソローにとって歩行は単なる移動手段ではないということを示唆しています。目の前に広がる世界を微細に観察し、それと対話を交わしながら、自分の精神世界を豊かに拡張する哲学的な探求、それこそがソローにとっての歩行だったのです。実際にソローは毎日4時間、半径16キロほどのコンコードの森を散策しながら思索を深め、自分の旅を完結させ、十分な満足を得ていました。要するに、自分にとって本当に大切なことを見極めることができれば、人間は想像以上にお金も時間も節約できる。しかし一方で、その根本的な部分を曖昧にし、周りに流されてばかりいると、余計な行動が増え、余計なものが増え、その結果、お金も時間も余計に消えていくというわけです。そこで次のパートでは、そんなミニマリストであるソローから、シンプルに賢く生きるための考え方について学んでいきたいと思います。さあ、というわけで2つ目のテーマ、足し算と引き算を誤る人に進んでまいります。では行きましょう。中国、インド、ギリシャなどで活躍した古代の哲学者たち。彼らは外面的には最も貧しく、内面的には最も豊かな人たちでした。ですが、今日の社会ではどうでしょうか。哲学を教えたり、語ったりする人はいても、真の哲学者はいないように思えます。哲学者とは、ただ複雑な思想を打ち立てたり、新しい一派を形成したりする人ではありません。知恵を愛し、その知恵が示す通りに、簡素に、自由に、誠実に生きる人こそが哲学者なのです。そして彼らは、いかに生きるかという大きな問題に対し、理論のみならず、実践によっても解決を試みるのです。簡素に、簡素に、さらに簡素に生きることです。あらゆる事柄は、2、3個程度に留めておきましょう。この文明社会は、まるで荒れ狂う大海原です。次から次へと難しい問題が発生し、その上多くの条件を考慮しながら、目的の港までたどり着かねばなりません。したがって、今すぐ心がけたいのは、普段の生活をシンプルにし、抱える問題の数を減らしておくことです。問題を減らすことで、自分の頭が正しく働く状態を作るのです。1日3食を1食にしてみる。100枚の皿を5枚に減らしてみる。このように、あらゆる物事を切り詰めていくことが大切です。簡素に、賢く生きることさえできれば、この世界は辛い場所ではなく、むしろ楽しい場所になる。私はそう固く信じています。ある時、知り合いの若者からこんなことを言われました。もっと財産があれば、あなたのような暮らしがしてみたいと。ですが、私は自分の生活を誰かに真似してほしいわけではありません。世の中には、なるべく多様な個性があった方が望ましいと思います。父の生き方でもない、
母の生き方でもない、隣人の生き方でもない、あなただけの生き方が見つかることを願っています。はい、心止めます。ソローは徹底的に簡素に暮らすことを強調していました。生活用品も情報も選択肢もあらゆるものを切り詰めていく、そういった引き算の論理に従うことで私たちの生活はシンプルで質の高いものになるというわけです。一方で2021年にイギリスの科学雑誌ネイチャーに掲載された研究によれば、人間は問題解決に際して引き算ではなく、むしろ足し算によって解決を図ろうとすることが示唆されています。つまり何らかの問題を前にすると新たな要素を加えようとか、もっと時間やお金を投入しようとか、足し算的なアプローチを優先しやすいのです。ビジネスの世界でも業績が振るわないときに会議を増やす、書類作成を増やす、働く時間を増やすといった傾向が顕著に見られます。確かに何かを足すことは何か行動したという証明になり、安心感や社会的評価などを得られやすいというメリットがあります。しかしそれが問題解決のための最善の手段とは限りません。逆に選択肢を絞ったり、余計な情報を削除したり、あるいは不要な活動を省くといった引き算のアプローチの方がはるかに優れた結果をもたらすことも十分あり得ます。このようなことからソローは物事を数学的な態度で取り組むことの重要性を次のように強調しています。人はどんな時に本当の意味で賢くなれるのでしょうか。おそらくそれは何かに対して数学的なアプローチを採用した時です。大海原を旅する船乗りのように、北極星を頼りに、大地を横断する逃亡奴隷のように、明確な目標に向かい厳密に計算された行動をすることで人は賢明さを獲得します。目的の港に着けなかったとしても、そういった態度を取り続けていれば決して自分の道から外れることはないでしょう。はい、心止めます。明確な目標を定めたら、その到達までのプロセスを細かく計画し、必要な手段を的確に講じることが重要であるといった内容でした。実際にソローは自分の小屋を建てる際にかかった材料費から日々の生活費まで厳密に記録計算しながら無駄のない生活を送っていました。このように何事も感覚ではなく数学的に取り組むことで、人は致命的なミスを防ぐことができるのです。しかしあまりに物事を切り詰めた暮らしでは刺激が欠けて退屈してしまうような気もいたします。ソローは簡素な暮らしに飽きてしまうことはなかったのでしょうか。さあ、では続きを確認していきましょう。多くの人はお酒や音楽などいつも何かに酔って暮らしています。けれど私は常にシラフでいたいのです。高級なワインはいりません。大自然が磨き上げた水と新鮮な空気さえあれば心地よい気分を味わうことができます。私は森で生活する中で長期にわたる重労働がもたらす最大の難点は暴飲暴食であることを発見しました。中国の宗師も次のように言っています。心が自由でなければ人は見ても見えず、聞いても聞こえず、食べても味わえない。はい、心止めます。この一節でソローは文明社会の慣習や物質主義に対して独自の視点と反論を示しています。彼は刺激的な商品やサービスによる短期的な満足よりも精神の自由と自然との深いつながりがもたらす充足感を大切にしていました。また過重労働の反動として生じる暴飲暴食を最大の難点と評し、現代の労働のあり方がいかに不健全なものであるかを厳しく指摘しています。何者にも拘束されず自由に生きていたソローは生活そのものを娯楽として楽しんでおり、毎日満たされた気持ちで暮らしていました。そのため文明社会が提供する刹那的な快楽で退屈しのぎをする必要がなかったのです。その上で彼は情報との付き合い方についても見直すべきであるとし、次のように述べています。最近の新聞のニュースで本当に大事だと思えるものはあったでしょうか。私は心から記憶に留めておきたいという記事に出会ったことがありません。誰かが盗難にあった、事故にあった、蒸気船が爆発した、そんな記事は一生に一度読めば十分ではないでしょうか。
どんな問題も物事の原理や本質さえ抑えてしまえば、無数の事例に注意を向ける必要はありません。そのためには、新しいものにとらわれるのではなく、古くて新しいものに関心を持つことが大切です。はい、心止めます。ソローが強調しているのは、物事の原理や本質を捉えることの重要性です。彼によれば、世の中に出回っているニュースのほとんどはゴシップに過ぎず、古くて新しいものに注意を向けることを強調しています。その一例として本書で推奨されているのが、古典的な作品を読むことです。彼はその価値について次のように語っています。生き方について真剣に考えれば考えるほど、人は本質的に観察者あるいは研究者のようになっていくでしょう。中でも冒険心に富む研究者は、どれほど時代が変わろうと、どれほど古い言葉で書かれていようと、古典に関心を寄せるものです。古典とは人間の最も気高い思想です。それは決して価値が貶められない神託であり、現代の社会やそこで生きる人々が抱えている数々の問題に答えてくれます。よく読むことは崇高な仕事であり、いかなる慣習よりも厳しい務めが要求されます。運動選手のように絶え間ない鍛錬と持続的な集中力が要求されます。書き手と同じ気持ちになりながら、じっくりと慎み深く読まねばなりません。多忙を極めていたアレキサンダー大王、彼は遠征に向かう際も、最古の叙事詩イリアスを丁寧に小箱に入れて携帯していました。古典とは人生そのものを表現した芸術です。したがって、それはどんな芸術よりも私たちにとって親しみ深いものだと言えます。プラトンの名前を聞いたことがあっても、彼の古典について知ろうとしない。それは彼が隣人でありながら、一切会おうとも話そうともしないのと同じことなのです。はい、心止めます。ソローは、文明社会で暮らす人々がお金や名誉といった私欲を抹殺にとらわれている一方で、いかに生きるかという本質的な問いから目をそらしている現状を悲観していました。彼にとって読書とは自己探求をする上で欠かせない手段であり、中でも古典は人類の英知が収められた最良のテキストだと信じていました。ただ古典を読むことは、それを紡いだ偉人と面会する行為に等しいため、自分自身も良い読者でなければ、そう簡単に確信に触れることはできません。そのためには、著者のことをよく理解しようと努めることに加え、本を丁寧にじっくりと読む習慣を身につけることが大切であるというわけです。このように自然や読書を楽しみ、森の生活を謳歌していたソローですが、実はいくつかの試練も経験しています。そこで次のパートでは、彼がどんな苦悩や葛藤を味わい、どのようにそれらを乗り越えていったのかといったお話をしていきたいと思います。さあ、というわけで最後3つ目のテーマ、怠惰と孤独を謳歌するに進んでまいります。では行きましょう。私はほとんどの時間を一人で過ごしており、それが自分にとって最も健全な生き方であることを知っています。最も良い人間であっても、いつも一緒にいると退屈になり疲れてしまうのです。自分の部屋で一人でいるより、大勢の人がいる場所の方がむしろ寂しい気分になります。孤独とは私にとって最も親しい友人の一人です。一人でいてもちっとも寂しいとは思いません。しかし、森で暮らし始めてから数週間経った頃、たった一度だけ何とも言えない不安に襲われたことがあります。近所に人がいなければ人間は健康な生活が送れないかもしれないと、ネガティブな思考が浮かんできたのです。しかし、穏やかな雨が降り注ぐと、まるで私の心を浄化するかのように晴れ晴れとした気分になってきました。身の回りを取り囲む自然という温かな友人たちに形容しがたい愛情と友情が湧いてきました。そして私は悟ったのです。最も血のつながりが近く、最も人間的な仲間は必ずしも人だけではないということ。町に住んでいる隣人たちは、こんな暮らしをしている私を怠惰な人間だと言います。けれど、鳥や花たちはそんなことは思わないでしょう。自然はおおらかであり、勤勉でないことを咎めたりはしません。
どんな人間嫌いな人でも、どんな憂鬱な気分の人でも、自然物は常に温かな友情を示してくれるのです。はい、心止めます。ソロは森の生活を始めてから数週間後、強烈な孤独感に襲われました。友人や町から離れ、いよいよ自分は一人になったという事実と向き合い、本当にこれでいいのかという迷いが生じたのです。しかし彼は自然物も人間のパートナーとなり得ることを発見し、一人ぼっちは不健全であるという社会通念から解放されます。ただここで重要なのは、ソロは人間関係や社会との関わりを否定しているわけではないという点です。表面的で型にはまった交流が苦手なだけで、もともとは社交的な人物なのです。実際に彼の小屋には訪問者用の椅子があり、友人たちとの会話を心から楽しんでいました。この事実はソローの生活が社会から完全に孤立したものではなく、自己と他者、そして自然とのバランスの上に成り立っていることを示しています。また彼は人とのコミュニケーションや表現のあり方についても独自の見解を述べています。イギリスとアメリカに暮らす人々は、全ての人に分かるように話せと要求しますけれど、それはおかしなことです。多様な生物を生み出す自然が、たった一つの理解しか受け入れないことがあるでしょうか。みんなに理解される物事だけが大切なのではありません。たとえ理解されなくても大切なことがあるはずです。また真実を語ろうとするにあたって、言葉の表現は多少突飛であっても良いのです。バッファローが新たな牧草地を求めて大移動をしたり、牛が柵を飛び越えて我が子を追いかけたりするように、自然界は突飛なことで溢れています。それと同様に、私もあらゆる制約を飛び越え、思うままに自由に語りたいのです。他人と歩調が合わない、そう感じた時は、自分の心の中で鳴り響いているリズムが他人のものとは異なるのでしょう。私たちは皆、自分自身の内側に音楽を奏でながら生きています。それがどんな音だろうと、どんな調子だろうと、よく耳を傾けることです。他人の音楽ではなく、あなたの音楽のリズムに合わせて生きるのです。はい、心止めます。ソローは様々な動植物があふれる自然界を例に出し、価値観の多様性、さらには表現の自由を訴えました。誰もが理解できるように何かを伝えることは、仕事でも日常でも多くの場面で好まれるものです。しかし、誰もが理解できるからといってそれが真実とは限りません。なぜなら、分かりやすく語るためには、言葉の簡略化、情報の取捨選択といったプロセスが避けられず、真実が歪んでいる可能性があるからです。またソローは、真実に迫ろうとする上で表現の突飛さは許容されるべきだと主張しました。それは新しい視点やアプローチを提供するという意味で、極めて重要な要素になります。例えば、誰かの突飛な発想が革新的な商品や解決策を生み出すことは珍しくありません。また常識的ではない言葉が多くの人の思考や感性を刺激し、新しい価値観を生み出すこともあります。実際にソローは、森で生活している間、ある突飛な行動によって世間を大きく賑わせました。なんと彼は6年間滞納していた税金の支払いを断り、投獄されてしまったのです。それは常識外れというより犯罪じゃないかと思われるかもしれませんが、これには明確な理由があります。当時アメリカは、市民から集めた税金の一部を奴隷制の維持、侵略戦争の費用などに充てていました。ソローは、そういった非人道的な社会は断じて容認できないとし、その意思表明として税金の支払いを拒否したのです。さらに彼は、森での生活を終えると1849年、市民的不服従というエッセイを発表。国家や法律の要求が不当だと思われる場合には、自分の良心の声に従うべきだと主張しました。こういったソローの突飛な発想と一貫した思想は、インドを独立に導いたガンディーや公民権運動を指導したキング牧師に引き継がれ、世界に大きな変革をもたらすことになります。では最後に、自己探求の旅を終え、いよいよウォールデンの森から出ようと決意したソローの言葉を聞いて、今回の動画を締めくくりたいと思います。では行きましょう。私はウォールデンの森を
そこに入った時と同じくらい十分な理由があって去ることにしました。自分が生きてみたいと思えるいくつかの道を発見したのです。だからこれ以上この生活を続けるわけにはいかなくなりました。森で生活するという実験から私は次のことを学びました。それは自分の夢に向かって自信を持って進み、心に描いた理想を実現しようと思えば想像を超えた素晴らしい果実が得られるということです。人はシンプルな生活を心がけるほど世界をより単純に理解でき、それと同時に生きやすくなります。孤独であることも貧しいことも弱さを持っていることも深刻に捉える必要がないということがきっとわかるはずです。あなたは自分の生活と真正面からぶつかり、それを一生懸命に生きてみてください。人生は思っているほど悪いものではありません。どこかで荒探しが好きな人に出会ってもその声に惑わされないでください。そういう人はたとえ天国にいても荒を探し続けるでしょう。美しい夕日はお金持ちの豪邸だけでなく旧品院も同様に照らしてくれます。悠々とした心を持っていれば、たとえ貧しい住まいであっても宮殿で暮らす人のように満足して生きることができます。実際に私は物質的に恵まれない人々が精神的独立を果たし幸せに暮らしている光景を何度も見てきました。彼らに共通していたのは、周囲の目や評価にとらわれず何らかの助けが必要な時には素直にそれを受け入れるという姿勢です。プライドが邪魔をして他人からの援助を素直に受け入れることが難しいと感じる人が多い中、これらの人々は他者の施しを誠実に受け入れています。野菜を育てるように自分の生活を丁寧に生きるのです。新しいものばかりに目を奪われてはなりません。古くても本当に良いものに親しみ、それを大切にしましょう。物事はそう簡単に変わりません。変わってばかりいるのはいつも人間の心なのです。はい、というわけで森の生活以上でございます。いかがでしたでしょうか。実際に読むと決して簡単ではないため挫折する方も多いと言われているのですが、最近では岩波文庫さんの他に優しく訳された小学館文庫さんのものや漫画版などもあり、以前よりチャレンジしやすくなったのではないかと思います。また青空文庫でも無料で読むこともできます。概要欄にそれらのリンクを貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。この動画が面白かった、参考になったという方は高評価コメントなどいただけますと嬉しいです。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。